らず知らずに待っていた歯に紙を残してたの。嬉しいのか悲しいのか、なんだか素晴らしいことだってね。モノクロームに移り過ごした昨日の未来は、そうだね、おとぎ話のようかな。続いてくなら誰といつでもズレズレしちゃう。Yeah.